やってみますか、じゃあ。やるか。はい。はいはい、行きましょう。やります。ルールがわからない。確かに。タートルショックレベル1。金のタートルを見逃さないでね。あー、はい、なるほど。あー、そういうこと？ゆっくりですね。おっさん。え？ゆっくりじゃなくね。こんにちは。あたり、よくわかったね。せっちゃくちゃ。お見事、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 お見事。レベル1クリアおめでとう。賞品は？ぷよーん。え？じゃん、ミニカくんだよ。ミニカくんでっかくなったね。でかくなったね。廊下の移動が楽になるぜ。やったら。俺を見かけたらいつでも話しかけてくれ。あ、なるほど。いやでも大きなミニカーってめちゃめちゃ矛盾してるんだよ。確かに。頭痛が痛いみたいな感じね。ミニカーが乗せてくれるんだった、うん、まだこんなもんじゃないよ。レベル2に挑戦する？いや、するよ。これ 2でなんかネジもらえたりしないかな。できそう。てかな、うん、もらえそうね。くださいっていうか。タートルショックレベル2、金のタートルを見逃さないでね。はい。いや、だんだん全部のキャラが変わっぽくなってきたので。はい。はい。なんか最近やったよね、この、なんかこの、うん、マリオパーティーで見たよね。マリオパーティーで見たよね。こんにちは。こんにちは。あたり、よくわかったね。じゃ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 。ありがとう、お見事、お見事。お見事、お見事、お見事、おい。レベル2クリアおめでとう。商品は？へへー。え、何？え、え？あ、すぐ木村に招待するぞい。あら、やった。お主らコインを探しておるようじゃの。長老は地獄耳なんじゃ、うん。コインならオルゴールのコンサートに行くと言っとったが、あのオルゴールは調子が悪そうじゃった。積木村に代わりの部品があるじゃろうから持ってきなおりや。おおりおやり。おりや。おりやって。コンサートが終われば恋も協力してくれるじゃろう。本番のものに積木村に入れるようにとくからの。やったー。ありがとう。積木村は意地の位置にあるぞい。はい。私の教室だったところのあのちっちゃくなってたドアかな。行ってみよう。やったー。積木村に行けるようになった。なんだ、でもなんでそこから、ええー、怖い。はい、あ。行きますか。チェスかわいそうにね。ねえ。あれ？あ、びっくりした。しかもあれ、あのチェスの盤に乗ってる必要あるあれ？ないよね。マジでない。びっくりじゃなくてよかった。なんか匂わせツイートしてる。匂わせやばい。オケメリカーカクピー、うん、いや、でも乗る必要ないよね。だよね、うん、長老から話は聞いておりますだ。特別に小さくする呪文を強化がおりまたからおりたからお前さんたちを小さくするぞい。はい。積木村に行くかい。行くよ。また今度寝た。ん、もんやもんや。え？え、ちっちゃ、あ、かわいい。あら。あら。わし、あんないじいさん。男ばっかり。長老のお客さんってのはあんたたちだね。コインを探してるんだって。大変ね。わしらはブツブツ交換ながらコインは使わんのよね。こんにちは。オルゴールのネジがあればいいって聞いたんですけど。ネジならたくさんあるぞい。わしらものづくりは大得意じゃからの。最高。ただしの、村人の家を回って合言葉を集めないと物はあげられんのじゃ。積木村の決まりでの。合言葉か。これだけ体が小さいと教室でも全部回るのは大変そうだけど、決まりは大事だよね。うんうん。ああ、決まりは大事だ。じゃあ。よし、合言葉集めるぞ。
合言葉が分かったらわしに教えておくれ。全部で5文字お二人さん頑張ってんの。およいしょ。これこれこの声きついんじゃよ。待って、動けない動けない、ちょっと待って待って、はい、あれ、あ、動けた動けた、あ、動いてる動いてる。こんちゃん、あれ、いえ、あれ、こんちゃん、あー、これ上のレール通ってかなきゃいけない。あー、なるほど。どっから上がるんだろう。あ、そっか、あ、これあれじゃん、さっきの教団やん、これ。あ、はいはいはい、何かと思ったらねえ、こんにちは、すみません、このお家には誰もいないみたい。あー、なるほどね。こうやって行くのか。ここも別に登る。ちょっと待って、ここは、おお、積み木の。はぁ、積み木ジャストフィット。ここの積み木はじいちゃんたちの言うことしか聞かないよ。お客さんが動かすとしてもダメだと思うね。そっか。あ、これでなんかどっか行ける場所かな。うんうんうん。わしはエゴでバレる係じゃないんじゃ。うん。係のやつらはウキウキして家に隠れとるよ。あら、ウキウキしてるのね。え、どっから上に上がるんだ。ね、どこだろう。左の方かな、まあ。かな。とりあえず長老がガメちゃんから出てきてびっくりしたじゃろ。びっくりしたね。いや、仕組み教えてくれないんだ。あー、 あ、戻ってきちゃったな。左側のこの椅子から上がれたりしない。あ、なるほど。作る子は楽しいの、環境破壊は楽しいぞい。あ、気持ちいいぞやって。物騒なこと言って棚に戻るかい、なら任せなさいよ。棚に戻るって何。ちょっとね、探しなさいね。あ、どういうことだ。あ、え、あ、え、そっか上がるのか。はいはいはい、なるほど。俺できた、階段だよ。うん、合言葉かい。三つ目の合言葉は、がだったかな。三つ目からか、がね、が。5個中の5、うん、5個中の予想、予想、ありがとうと予想しよう、僕は。あー、いいね。5文字で真ん中がガ。ガ？なんだろう。他に、他、あれ？あ、ガリルっぽい。隙がない。隙がない。急になんか、隙がないで。ごめんください。あ、いたいたいた。あ、いや、はるばるいらっしゃい。五つ目の合言葉はね、キーだよ。決まったね。ありがたき。ありがたき、ありがたき幸せ。ありがたき。ありがたき。え、これあとだって、あれ？あ、え？それからは、あ、椅子を使ってここから上に行けるかも。やったぜ。で、レール、渡って。こんにちは、すみません。あと？留守みたい。オーケー。体の人は、よし、次次。普通に喋っちゃったよ。こんにちは、留守ですか？留守みたい。はい。わ、おじいちゃん。へいほー、へいほー。わしら働き者だからね。じっと知らないのよね。あー、合言葉じゃない。へいほー、へいほー。働き者なのよね。あららら、なんですか？え？え、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 あらま。いや、まあそういうのあるよね、そこ。そこつながったね。あ、でも階段ができた。あ、ほんとだ。うん、階段は使えそう。教団には行けそうだね。オッケー。やったぜ。あ、ちょっと、ちょ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 、オッケーオッケー。しこんにちは、すみません。うん。うん、他のお家を覗いてみよう。もうここだけだよ、でも。うん、ここだけだよね。ね、ごめんください。あ、いたいたいた。オッケー。よし。証拠の味ね、人数制限一人だから気をつけてね。遅い遅い。遅いのよ。二つ目の合言葉は目だよ。え、目が、き、目が、目が、目がき、目がき、ふん、目が、ふん、き、なんだなんだ。ちょっと待って、ここの上の方のお家二つに行けてない。あ、確かに。これはどっから上がるんだ。もう一回椅子からかな。ああ、そういうことか。
いける？あれちょっと待って。つながってないんじゃない？ほんとだ。あら？あの、折れた、あれって拾えたりしないかな、レール。あー。無理かな。こっちか、いける？無理っぽいか、拾えないか。無理っぽいね。ここ飛び越えられない？無理か。あ、もう一個椅子がある。なんか、椅子が引いてた、あ、あれ、あれだ。あの、デッキブラシみたいなやつ。おー。これじゃない？多分。このほうき、机に立てかけたら上まで登れるかも。でもこんな大きいの倒せるかな。やっぱこれや。ルカ、俺がやる。いや、ナイス発見。やったぜ。ガチャ。やった！シロすごい！これで上に登れそうだね。オッケー。レッツゴー。レッツゴー。ごめんください。オッケーオッケーオッケー。いるね。よっちめの言葉、合言葉はね、素だよ。メガ好き。メガ好き。メガ好き。梅が好き。雨が好き。雨。梅。おじいちゃんだから、おじいちゃんだから梅じゃない。梅か。あるかもね、梅。いけないもん、こっち。ジャンプ。そう。あ、いかだけど。こんにちは。あ、いたわ。あの家なんなん？いらっしゃい。どうかいたでしょう。確かに。人柿が好き。あ、そう。一つ目の外国語はガラよ。違う、亀だ。亀が好きだ。うん、亀だ。柿になっちゃった今。間違った。そうか、長老だからあそこに住んでんのか。なるほど。亀が好きだからあそこにいるみたいな。あれフェイクか。あれが長老がいるんかもしれない、そこに。ああ、なるほど。元の家みたいな。ここもフェイク。おじいちゃんの声は疲れるね。疲れるね。疲れるの。ああ、合言葉を言おう。か。亀が。あ。亀が。亀が。好き。とくん。きゅん。正解だよ。これあげるよ。オッケー。オルゴールのネジ。たぜ。ようやくあそこの進展。ほんとだよ、長かったな。ねえ、なんかあった気がする。長かったぜ。おや、帰るのかい？ちょいとお待ち。うんにゃうんにゃ。あ、逆を言えば戻るね。あ、そういうことか。うんうん。積木村はどうじゃった？まだ来てんの？いつでも歓迎するぞい。ありがとう。じゃあ、ありがとう。乗って帰ろう。お前乗ってみようか。乗ってくだろう。いいね。だ、二重フルボイス。うお、楽ちん。これは？あれ？こいつは別なの？あれ？あ、大きくなったわけじゃないのか。そうなんだね。僕もこいつだと思う。おお、今日は大興奮。それ。シロって人と一緒にいるよ。ついに。ついに。あ、公園じゃない、間違った。家だ。公園に来ちゃったわ。来ちゃったわ。家だわ。イエー。家で家。いいシャレだな。よしよし。こんにちは。こんにちは。来た。なんかこれ、なんか上からプシューって出てないこれ。え？本当だ。これ何なんだろうね。どこかに新しいネジないかしら。これよかったら使ってください。おお。た。お、回ってる回ってる。どうだ？え？え？さっきのメロディー同じだな。同じメロディー。あれ？ネジを交換したのに、ちょっと発声練習に付き合ってくれない？いいけど、練習ってどうするの？私とあっち向いてホイして遊んでくれればいいわ。ここにどうやってやるの？あっち向いてホイ？それが発声練習になるの？オルゴールだからじゃないか。え、どういうこと？わかんない。僕もわかんない。どういうことだ？なるほど。オルゴール。よくわかんないけど、いいよ。私と同じ向きを選んだら、あなたの勝ちね。あ、そうなんだ。よし、あっち向いて。え？お任せします。はい。
あー惜しい。もう一回やりましょうよ。急にテンションが。集めてほい好きなんだなきっとな。ちょっとじゃあ、うん、選んでみよう。あー普通にダメね。はいはいはい。オッケー、じゃあもう一回やりましょう。はい、よし。おいおいおい、ナイス。おお、なんだなんだ、おい、出てきた。ええ、あ、100円が詰まってたんだ。そういうことか。なんだ、コインが挟まってたのね。ネジを変えてもダメなはずだわ。発声練習のおかげでうまく歌えるようになったわ。ありがとう、そのコインはあげるわね。あららら、あ、100円。うんうん、ごめん、コンサート聞きに来たのかかくれんぼしに来たのかわからなくなっちゃって。どういうことよ、何気に金属製。ほう、ネジも新品になっていい気持ち。私は台から降りられないからいろいろ助かったわ。よかったね。よかったっすね。素敵な音色になったね。ねえ、で、あ、もう話しかけられない。あ、あ、ここってば最高のステージね。オッケー。浴槽が、まあ、響くよね、風呂場ってね。あ、まあまあ確かに。あ、いや、そういう意味でか。そうなんじゃないかな。僕も風呂入ってるときつい歌っちゃうもんな。わかる。じゃあ公園かな。あいあい公園で、あれだね、紅茶を。さあ、ついに買えるぜ。ついに、ついに購入できる。喉がカラカラだぜ。呼吸、呼吸。よし、ストレートでダージリンなおもちゃのドリンク。まだいい。そういや、最近うちのコインたち仮面とこの商品やってるみたいだよ。あれ、さっきでも、あれ、え、新しくもらえるのかかな、もしかして。かもしれないね。白って名前は私が考えたんだけど。なんだなんだ、なんだ。自分のものアピールか。いいね。のろけか、なんだこれは。よいしょ、紅茶あげる。何か飲みたいって言ってた。本当に、ね、もう買って目の前に持ってる。紅茶くれるの、ありがとう。あの、そこを通りたいの、上をまたいで行ってもいい。ダメよ、今もうがブラ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 。今おままごと中なんだから。困ったな、どうしてもそっちに行きたいのに。ちょっとだけお願い。あら、片付けのやり方も知らないの。おもちゃは遊び終わったら片付けるものよ。ここを通りたいなら一緒におままごとブラブラブラ遊んでくれればいいよ。おままごとが言えないよ。おままごと、おままごと。おももになっちゃう。なるほど、よし、やろう。大丈夫か。あ、これもミニゲームみたいな感じ。え、なのかな。あらー、いいね。あ、かわいい。あら、帰りが遅かったのね、あなた。おままごとなんて久しぶりだからな。役になりきるには、あー、なるほどね。あなただから。今日は残業だったんだが多分正しいんだけど、僕お腹空いてるわ。ドッグフードが食べたいわ。うわ、選びてー、選びてー、これ。ドッグフードが食べたいわ。ちゃんと言ってる。そうなの、大変だったわね。お夕食とお風呂どっちになさる。ドッグフードはまだかわ。ドッグフードはまだかわ。かわいい。ご飯を食べたら食器は洗い場に出してね。あなたは翔太と一緒にお風呂に入ってきてちょうだい。翔太。やっとドッグフードやっとドッグフードに入ってきたわ。今日はもう食いっぱぐれずに済んだわ。ふざけないで。犬の役はそっちの白猫がやってるのよ。あなたの役は違うでしょ。もう一回。すいません。犬役だったんだ。まあ確かに座り方がね。翔太だと思ってた僕。いや、どうしよう、見たいな。でも多分どうせ同じなんだろうな、きっと。ね、まあ確かに。じゃあ、今日は残業だったんだ。今日は残業だったんだ。仕事が忙しくてね。そうなの、大変だったわね。美味しくとお風呂をどっちなさる。
すぐ夕食にしよう、うん、すぐ夕食にしよう。今日はママ特製のカレーの日だろ。ご飯を食べたら食器を洗い場に出してね。あなたは翔太と一緒にお風呂に入ってきてちょうだい。やっとどっかに貼り付けたわ。こいつどうなんだろう。惜しいねってなるのかな、ね、翔太はパパと一緒にお風呂に行こうね。分かった、翔太はパパと一緒にお風呂に行こうね。どう、翔太は、翔太どこ。翔太いないよね。楽しかったわ。さあお片付けしましょう。取っていいわよ。あ、いいな、ようやく やっとだぜ。ああ綺麗になった。ここに広げるなよ、最初からそこに広げろ。ほんとだよ。もうトイッターにじゃあツイートじゃなくてトイートかな。やべ一周しちゃった。一周しちゃう。あ、じゃあ、え、自分の名前覚えてないみたいだったから、オッケーオッケー。じゃあ一回区切るか。そうね、切りもいいからな。うん、じゃあこれはまた次の日。そうね、次の日ってことで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。面白い。相当、ね、めっちゃ世界観いいし、キャラ可愛いしね。これはめっちゃいい、いいカップリングですよ。カップリングで見てる。